ファルコ・コロンバライアス・コチョウ・ゲンボウは、長江ハヤブサモクハヤブサカハヤブサ属に属する、鳥類の一種である。北アメリカ大陸北部、ユーラシア大陸北部で繁殖し、冬季はアフリカ北部、インド、中国東南部、北アメリカ大陸中部から南部、西インド諸島に渡り越冬する。日本へは、冬鳥として、北海道から九州まで各地に渡来するが、数はそれほど多くない。 南西諸島では稀である。全長オス27センチメートル、メス31センチメートル。くちばしから下方へ向かう黒い反問はないか、不明瞭。オスは頭頂部と背面、翼の上面、翼が鮮やかな青灰色。頸部は覆面大大褐色で褐色の縦半がある。メスは上面が肺褐色で気褐色のブーチがあり、頸部、覆面は紅白色で、 黒色の太い縦半がある。海岸や草原、農耕地、丘陵地など様々な環境に生息する。植生は動物食で小型鳥類、小型哺乳類、昆虫類等を食べる。小型の鳥類が主食で、飛翔中の獲物を素早く追い回し捉える。また、ハヤブサ同様に獲物の背後に回って蹴落とすこともある。岩場の上など地上に木の枝などを組み合わせた。 皿状の巣を作る。森林地帯で繁殖する個体は、カラス類の古巣を流用することが多い。繁殖形態は卵生。5から6月に平均4、卵を産む。雌雄ともに放卵を行うが、主に放卵は、メスが行う。越冬地では、数羽から十数羽の群れでねぐらを取る。ありがとうございます。